ティモシー・ピーター・ダルトンは、イギリスの俳優。ウェールズのコルーインベイで生まれ、父親がマンチェスターで広告業についていたため、ダービーシャーのミルフォードで育つ。父親は、イギリス人。母親は、アイルランド・イタリア・イギリスの血を引く、アメリカ人。子供の頃から演じることに興味があったが、16歳の時、時マクベスの舞台を見て、本格的に俳優を志す。 高校卒業後は、王立演劇学校に入学し、そこで2年学んだ後、バーミンガムの劇団に入団するため学校を去る。それから間もなくテレビ出演を重ねるようになり、1968年、冬のライオンで銀幕デビューを飾った。1987年、イギリスの大人気シリーズ映画、007シリーズの4代目、ジェームズ・ボンド役として、シリーズ第15作。 零零七リビングデイライツと第16作零零七消されたライセンスに出演した。ダイアナ妃はワシントン DC の英国大使館で零零七リビングデイライツを見た際に最もリアルなジェームズ・ボンドを投票した。零零七リビングデイライツの際、プロモートで来日した。消されたライセンスでのダルトンのボンドはヤン・フレミングの原作に最も近いとも言われる。その後は、 テレビ映画への出演が多い。1997年、ロシア人モデルで歌手のオクサナ・グリゴリエバとの間に息子、アレクサンダーを設けたが、後に離別。オクサナは2009年、28年間連れ添った、ロビン・モトプと離婚したばかりだったメル・ギブソンの恋人となり、ギブソンの娘を出産した。過去には、ブルック・シールズ、エリザベス・テイラー、バネッサ・レッド・グレーブ、 ウーピーゴールドバーグラと浮き名を流している。ジェームズ・ボンド役のオファーは、女王陛下の007の時にも受けているが、この時ダルトンは、自分は、若すぎると言って断っている。また、007ムーンレーカーの後、ロジャー・ムーアが降板の意思を示した際、次回作、007ユアイズ・オンリーのボンド役として、再び彼にオファーが来たが、ここシャネルへの出演が決まっており断念した。 零零七美しき獲物たちを最後にムーアは降板したが、ダルトンは舞台で多忙のためピアース・ブロスナンにオファーが行くも、ブロスナンは探偵レミントン・スティールの契約があり受けられなかった。そこでダルトンに三度目のオファーがあり、リビング・デイ・ライツでついにボンド役を演じることとなった。消されたライセンスの自作はイオンプロと MGM の法廷闘争で5年の空白期間が空いた。 制作再開時にダルトンは、あと一本だけ、ボンド役を望んだ。しかし、プロデューサーアルバート・アール・ブロッコリに、4、5本は演じてほしいと要請されたため、一生がそれだけで終わってしまうと、定調に断ったのだという。小川真嗣が亡くなるまで多くの作品で担当していた。ありがとうございます。